高校吹奏楽部の皆さん、準備をお願いします。後藤君、あれだけ練習したんだから絶対成功させようね。あの粘着悪魔、何度も同じことばっかりやらせて、もう完璧にできてるって分からせてやる。次立花高校でしょ。で、一個挟んで楽勝だってさ。挟まれたとこかわいそうだよな。逆に目立っていいんじゃね、メリハリ。うるせえよ。続きまして、立花高校吹奏楽部の皆さんです。なにこれ、すごいね。立花高校のお箱ですよ。これはうちら悲惨だわ。深呼吸して。あ、はい。俺、なんか自信がなくなってきた。大丈夫、落ち着いて。ちょっと、もう出番だよ。みんなしっか…バカ、高坂何音出してんのよ。ここ来たら音出し禁止って言われたでしょ。すみません。びっくりしたね。続きまして、北宇治高校吹奏楽部の皆さんです。先生、スタートです。本来音楽とはライバルに己の実力を見せつけるためにあるものではありません。ですが、今ここにいる多くの他校の生徒や観客は北宇治の力を未だ知りません。ですから今日はそれを知ってもらういい機会だと先生は思います。さあ、北宇治の実力見せつけてきなさい。はい。ここ。へえ、やるな。見た？ドラムメジャーの子、超美人じゃね。知ってる？ここ。知らない。調べてみる。嘘、北宇治？こんなに上手かったっけ？ああ、北宇治ね。こうしてサンライズフェスティバルは終わり。